皆さんこんにちは。花も嵐もや道のく一人旅などの数々の名曲をリリースしてきたベテラン演歌歌手山本譲二さん。10年以上夫婦で病気と戦い続けた過去があり、長女は山本譲二さんと同じく歌手活動をしているそうです。今回はそんな山本譲二さんとその家族について詳しくご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。山本譲二さんは1950年2月1日生まれ、山口県下関市出身の演歌歌手です。高校卒業後演歌歌手を目指して上京し、スナックで弾き語りをしていた時に浜圭介さんの目に留まり芸能界入りをしました。その後伊達春樹名義でデビューしますが、なかなか芽が出なかった山本さん、最後の決意で北島三郎さんのもとに何度も足を運び、その熱意が通じて北島さんの付き人になります。そして修行を積み、再び本名の山本譲二としてポニーキャニオンから再デビューを果たします。転機は1980年、30歳の時にリリースした道のく一人旅でした。発売当初は売れませんでしたが、1年近く経った時にフジテレビ夜のヒットスタジオ出演を契機に大反響を呼び大ヒットとなります。同曲はレコード大賞のロングセラー賞を受賞、また紅白歌合戦初出場も果たし、売上枚数は最終的に130万枚を記録しました。以後旅の終わりはお前、おいらせ、花も嵐もなど数多くのヒット曲を発表、また暴れん坊将軍など時代劇俳優としても活躍し、社会人野球のクラブチーム設立、監督就任など多彩な活躍を続けています。山本さんは1987年、当時36歳の時に元女優の植木悦子さんと結婚しました。本名は悦子さんといい、山本さんは悦ちゃんと呼んでいるそうです。お二人が出会った場所は山本さんがまだ売れていない頃、弾き語りをしていたナイトクラブでした。他のアーティストのイメージガールを担当していたのが悦子さんだったんだとか。二人は互いに惹かれ合い、山本さんは悦子さんが借りているマンションに住み込む形で同棲を始めます。一目惚れでね、本当に可愛かった。俺は売れない歌手だったのに、よちゃんはドラマや CM にも出ていたんですよ。紐のような存在だった俺のことを見限らずにいてくれました、と語っています。そして晴れて結婚へ。しかし山本さんは2002年頃に悦子さんから離婚届を突きつけられたことがあったようです。その原因は山本さんの浮気だったようです。これに名前を書いてと言われた山本さんは離婚したくなかったので保証人の欄に名前を書いたのだそうです。どうやら山本さんの浮気はそれが初めてではなく3回見つかったとのことです。1度目、2度目は許した悦子さんでしたが、さすがに仏の顔も3度までといったところだったみたいですね。かなり大変な離婚危機だったみたいですが、さすがに反省した山本さんは以後は二度と浮気はしなくなり、現在はとても仲の良いご夫婦のようです。そんな山本さんご夫妻の間には二人の娘が誕生しています。長女が琴乃さん、次女が舞香さんだとか。長女の琴乃さんは1987年3月23日生まれで、2023年現在36歳です。生まれた時は低体重で未熟児だったため、生きるか死ぬかの生死の境をさまよったようです。医師からは視力や脳の障害も覚悟してほしいとまで言われていたようです。しかし見事健康体を手に入れ立派に成人。琴乃さんが20歳の時、父親と同じ歌手への道へ進みたいと打ち明けられたようです。そのため大学も中退し歌手へと専念。その目標のため努力した琴乃さんは声優として活動する中、2011年4月の24歳の時に念願の歌手デビューを果たしました。その後は映画一人かくれんぼ新劇場版の主題歌に選ばれたり、父の山本さんと共演することもありました。デビューしたてのライブで山本さんはうまいぞ、ごしゃーなどライブの間中響く掛け声を飛ばし続け、客の笑いを誘っていたようです。琴乃さんの夢は山本さんに子供の頃から連れて行ってもらった NHK ホールで歌うことでした。しかし
歌手への階段を上り始めたばかりの琴乃さんは、デビュー翌年の2012年6月に、わずか1年足らずの歌手活動の中、いきなりの活動休止を告げました。おそらく、同時期に乳がんを発症した母、悦子さんをサポートするためだったのではと言われています。2016年には琴乃さんは一般男性との結婚を発表。2017年には第一子を出産し、現在は専業主婦になっているようです。山本さんは2007年頃から右耳が難聴気味になり始め、2009年5月に症状が急激に悪化します。精密検査を行ったところ、顔面神経良性腫瘍と診断されました。右耳の中耳の神経にかぶさるように腫瘍が広がり、耳が聞こえにくくなっていたのです。幸いにも良性で、当初は腫瘍を取り除く手術を検討しましたが、手術は同時に顔面神経を切断するため顔面に麻痺が出るという問題がありました。そのため、歌手という職業柄、顔に麻痺が出ては歌唱力に支障が出る可能性があるため、手術は断念せざるを得ませんでした。そして右耳に補聴器を装着することで対応し、歌手活動を継続。しかしその後、左耳も聞こえづらい状態になってしまいます。右耳が聞こえない分、左耳に負担がかかり、耳鳴りがしたり小さい音が聞き取りにくいなどの症状が出てきており、日常生活でのストレスも大きいことを明かしています。歌手にとって耳が聞こえないというのは死活問題です。また、手術しなかったとしても、いつでも顔面に麻痺が出る可能性を抱え、さらに悦子さんの乳がんの闘病を支えなければなりません。大変な状況ですが、山本さんは現在も前向きに歌手活動を継続しています。その後、家族の思いが通じたのか、悦子さんは乳がんを乗り切ります。しかし、夫婦の試練はまだまだ続きました。69歳の時に今度は山本さんに大腸がんが見つかったのです。7時間に及ぶ手術を受け、腸を20センチも切除。今までは太く短い人生を送ればいいんだと言い続けてきたけれど、がんという現実を前にして、そんなのは強がりでしかなかったと分かりましたよ。病室の白い壁に向かって、家族のために生きていたいと手を合わせることもありましたと明かしています。そんな山本さんに対し、悦子さんは一度も弱音を吐かず、頑張れとも言わなかったそうです。毎日病室に訪れては、明るく振る舞ってケラケラと笑って帰っていったとか。自身も乳がんを経験していることから、山本さんの辛さが分かっていたのでしょうね。山本さんも無事大腸がんを乗り越え、10年以上にわたる夫婦での闘病生活は終えました。お二人は今でも仲良く夫婦生活を送っているようですね。いかがでしたでしょうか。今回は演歌歌手の山本譲二さんについてご紹介しました。家族愛にあふれた人生を送られているようですね。これからの活躍にも注目していきたいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。